よろしくお願いします。いらっしゃい、まさです。さあ、今日もね、初心者の方、ね、旧車の方にも、できるだけ分かりやすく、楽しく、居飛車を、後付け実況を観察戦やっていこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、今回ですね、相手の方が、右翼っぽいのか、威嚇左身のっぽいやつなのか、それとも右四間飛車なのか、まあ、それ、まあ、3択ぐらいですかね。で、まあ、謎にね、端を伸ばしてきたんですけど、後手番ということもあり、ここを無視することによって、実は先手番換算にまでなってるっていう、珍しい現象が起きてまして、まあ、駒組みしていってますと、いう感じなんですけど、まあ、そうっすね。右四間飛車保留してるんで、早繰れ銀で速攻で角頭を狙ってったらどうなるのという感じでやっていきました。まあ、後手番の符号でやっていくと、7五歩仕掛けていきまして、これ右四間飛車回ってきたんですけど、まあ、角頭の歩取り込んどいて、で、ここですね。まあ、どうだろうね。ここの歩突くと、ここの角打ちのライン気になるんで、一回桂跳ねるかなみたいな。桂跳ねって、なんか銀ぶつけは、一回この辺出るか、交換してもう一回銀打つかって感じかな。桂跳ねでどうだったのかなっていう感じですね。で、相手の方は、まあ、金をバランス取って上がってきたんですけど、まあ、これだったら、5五銀消して、歩ついといて、まあ、いつもの形に組めるんですよね。組めて、歩の取り込みから行えたっていう感じなんで、まあ、これは、まあ、若干後手がいいとは思うんですけど、まあ、仕掛けてきますよね、4五歩。これ、同桂までは行くはずです。で、この時に、なんかね、角ここにいる形って、飛車先の歩交換をして5段目に行くっていうのが一応俺の中での定石で勉強した通りで、飛車先の歩交換をして5段目に行くと。で、これによって次5五歩で銀を追い返そうっていう感じなんですよね。まあ銀追い返してこっち行ったら、まあ桂馬が取れるよと。だからこの飛車邪魔だから、なんかね、桂を例えば跳ねたりしてどかしていきたいんですけど、まあそれでも行くっていうのが、まあ、一応勉強した通りで、まあ、跳ねてくるんですけど、一番下まで下がっといて、ここはあえて銅を銀で取らせます。で、銀が出ていくことによって角取りになってます。で、角、まあ普通にこのラインで使いたかったら、ここ引きますよね。で、ここで工夫の、まあ2、8六歩か。8六歩、同歩。まあ8七歩を入れるかどうかは問題なんですけど、まあ入れといてって感じですか。入れて、これも同金でしょ？で、ここに桂馬が落ちてるから、桂馬拾っといて、ここに桂馬を打つっていうのが一応習った通りって感じですね。まあ、同飛車走ってくるんだけど、まあ、これは無視して桂打ちかな。これで金が詰みましたね。玉上がってくると、まあ、金と桂の交換で、玉と結構危なくないっていう感じですよね。まあまあ、ここね、桂打ちたくはなるんですが、これは普通に金を拾っといて、これを、この金を拾うと、この金はもらえるんですけど、こっち側では、桂と金の交換みたいな感じになりそうなのね。ということで、一回取ってきました。で、取ってくるけど、まあこれも同銀で取り返しといて、これで部分的には、まあ、桂得しましたか。駒の損得で言うと継続したし、ここに成桂が残ってるから、この角どうすんのって言われてるわけですよ。で、引いてくるけど、まあ、これだったら、ここの歩成りが実現しますよね。で、まあ、垂らしてね、次多分金とかぶち込んでくるっていう攻めがあるのかもしれませんが、まあ、一回受けとくんかね。一回受けといて、まあ、いつでも成桂は入っていけるでしょうっていう、そういう感じでやってます。まあ、飛車回ってきたんですけど、これはちょっとわからないですね。この銀を、銀がいなくなれば、確かに成が実現するけど、この銀をいなくならせる、この銀邪魔だよって言えるような、攻めがなさそうに見えるんだよな。まあ、ということで、こっちはこっちで、攻めを間に合わせようと思って、飛車走ってきました。まあ、この辺の渋滞駒がなくなったら成り込んでいけるよねっていう感じですね。
で、金打ってきたんですけど、これはまあ筋割る感がすごいですね。これ取ったら、確かに飛車がね、成り込めるんですけど、まあ成り込んだとしても別に怖くないんか。何の取りになっても、何の取りにもなってないですからね。まあ取る手もあるんでしょうけど、この角別に今いらないんで、まあこの辺から制圧していってどうかなっていうふうに思ってました。まあこれで王手だから逃げますよね。で、まあ銀も拾っといて、角も拾っといて、で、飛車なってって。で、合駒してくるけど、まあ、これで、そうっすね。まあ、なんとなしに、ここが詰めろかなと。まあ、狙いは金打ちとか、角打ちなわけですよね。これ、両方受からんくないと思って銀打ってきました。これ、を、まあ相手の方は避けてきたんで、まあ詰んじゃったんですけどね。これ、角打ちから詰みっすね。ここの角打ちで、理由が効いてるから角取れないですよね。で、角がビューンってここまで効いてるから、ここに行くしかないんですけど、1手見て3手詰めになっちゃうんですよね。で、下がってきたけど、これは頭金までの詰みですね。はい、ありました。はい、いかがでしょうか。今回ね、右四間飛車との戦いやっていきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。